帆船の種類は大変多い。帆には黄帆と従帆の2種があり、そのさまざまな組み合わせにより就航する航路に適した帆装となる。黄帆はマストに対し直角に取り付けられたヤードにかけられる四角な帆。これは天候に対し効率と適応性に優れている。ただ船帆に多数の人手を要するから大型の船でないと採用できない。従帆はマスト、ブームまたはステーにかけられる帆で、形は四角と三角の両方がある。黄帆に対し効率は少し劣るが、小人数で操帆できるのが特色。小型船に多く用いられる。黄帆船の主な種類はシップ型、バーク型、ブリガンチン型、バーカンチン型、トップスルスクーナー型と、従帆のみを使った帆船の種類はスクーナー型、ケッチ型、ヨール型等である。Thank you.